久しぶりにこの間、えー、イスラエルの護身術クラブマガンに行ってきました新しい先生がやってきたのだ東野工治の本物ラジオこの番組はプラチナゲームズのソルクレスタと神戸常盤大学がお送りします。 どうもこんばんは、東野浩二でございます。今夜も1時間よろしくお願いします。厚木ムくん。はい、えー、イスラエルの護身術、私、習っておりまして、もう6回、7回ぐらい。えー、レッスンは、えーと、レベル1。 のコースをずっとやっってておりましてでなんかずっとここ日曜日の午前中がちょっと僕行けるタイミングですけどこの3週ぐらい仕事が入ってたりして行けなかったで、まあ、久しぶりに行かなあかんなと思うし半年間のコースですからそろそろ切れるからうーんちょっとこうやる気見せないけないしなんかクラブマガガラも最初はちやほやしてくれましたけどねや芸能人もう飽きたんかいって <laughs> ね何や 最初だけあいつっていう多分言われてると思ったんでこれは行かなあかんと思って何だったら俺と一緒に共にしてた初期の頃喋ってたうんおそらくバーのマスターうっすらタトゥーのある人とかも,もう全然来てませんから全然来てないしみんなやっぱ去っていくんですよ最初だけ結局みんな最初だけ1月か2月コースとって去っていくんですよ。 その点俺とあと一番最初に言った首絞め合ったハゲたおっちゃんだけはずっとハゲたおっちゃんはずっといてもう常にハゲたおっちゃんは近くにおらんとあのやる気満々の生徒がたまにいてるから10分前からそのレッスン場入って受け身の練習とかしてるからかなんなと思ってで思ってま「あまあ久しぶりに」って「ご無沙汰してます」って言っていつも教えてくれるのは。 基本だからえなんか市ヶ谷とか渋谷とかあってで基本日本中に大阪とか名古屋とかなんかあるみたいなんですけどうーんなんかこうなんかどっちかっていうと男前のなんだ栄養に言ったら木村拓哉さんみたいな爽やかな男前。 の方が教えてくれるる場合もあるんですけど基本的には、うん、どう言ったらいいんでしょうかね、あのー、例えばサイドカーの,あのバイクじゃない方に乗ってるタイプのおじさん <laughs> 丸坊主のめっちゃあの力持ちだけど心根が優しい人いるじゃないですかその人がいつも教えてくれるんですよ。 なんか九州弁っぽい,い丸坊主ででも熊さんみたいにゴツゴツするけどあの独特な感じちょっと女性が苦手みたいな女性の言うたら20代後半30代前半の言うたら一緒にね学んでいきたいご真実習いたい人の腕とかも触あのも極力気を使いながら触ってるめちゃくちゃええ人がおってその人のもといつもやるからちょっと言うたらまあ東野さんやからということでなこのラジオ聞いての 一回その強めのやつと当たってブーブー言ってた。 で喋ったんじゃないですかそれのあと1回行ったんですけどすごい気遣ってくれたんですよ <laughs> <laughs> これ聞いてんのかなめちゃめちゃ明らかに喧嘩した勝てそうなやつをあてがってくれて「<laughs> ペア組んでください」って言ったら「ああのこっちで」とかこう <laughs> あのなんかこうねもうやる気満々のちょっとこう、うん、服着てるけどももうなんか筋肉質なわか分かる人と俺を遮って弱っちい人と組ましてくれたりする俺よりの 年生やったんですけどねでその方にも「久しぶりに会えるわ」と思って行ったらなんかそのその方じゃなくてその方もちほんでもあの、えー、教室に入ったら、まあえー、男性5人ぐらい女性がちょっと5、えー、4人ぐらいちょっと少なめやったんですけどなんかあのー、俺と同じ年代ぐらいの方がなんかまあちょっと言葉悪いけど偉そうな感じでドンってもう真ん中にいてて「なんやなんや」みたいな。 俺たちののね、サイドからの先生 <laughs> 力持ちだけど気は優しいね <laughs> 先生がちょっと墨の方に副担任みたいな所定の位置にいてるからあれってなってもうえ変わっちゃったんかなとか思ってたら始まった時にちょっと挨拶があってあの私は、えー、と自衛隊に三十何年間いまして。 でクラブマガの方ももう十年ほどしてて、えー、いつもは名古屋の方で、えー、クラブマガを教えているんですけど、えー、今日は別件の仕事の方がございまして東京に来たので、えー、特別にこちらで、えー、教えたいと思いますでもうピリッスケピリッて全然トーンちゃうんですよ <laughs> 我々の知ってる楽しい愉快なクラブマガじゃないですよもうだってその挨拶の前からなんかその お,おじさんがね元自衛隊の人のあそのねクラブバンカ10年やってるねもうベテランのおじさんがなんか黒いなんかバッグみたいなところから模擬のナイフをなんか10本ぐらい並べたりとかほんならやっぱりそのできるグループのやつだから集まるよんですよそこに。 よるんですもすわ。<laughs> その先生の言うたらあの言うたらサイドカーの,のねあの明るい楽しいクラブマガの雰囲気をもう切り裂くように並べ寄るんですよほんで気づいたらもうみんな質問してこれどうやって打つんですかとかオーストリア製でどうでこうでって何とか説明してもう授業前からもう人がだ男子が集まってるんですよ。 でこっちもえーとか思いながらもちょっと興味もあるし聞くけどパって見たらもうサイドカー先生はもう寂しそうにしてるんですよ <laughs> <laughs> そんなことしやれへんから普段は<笑>ね<笑>やれへんから <laughs> そういう感じになってまあ俺も聞きとして聞きながらもちらちらサイドカー先生見るとんでまあまあでもちょっとね,ね あの興味ある話がいろいろ聞くね皆さん今日はいろんな何したいか言ってくださいねみたいなことを始まってその挨拶になって私は自衛隊30でグに三十年でクラブの中に十年で今日はそういうちょっといろいろ実践的なことも教わりたいと思いますってピーンってなってややるんですよでまあまあ、えー、でいうたら最初の言うた十何とか十分ぐらいの基礎的なトレーニングは斎藤川先生に あのちょっとお願いいしますみたいなのでもう音体はちょっっと引っ込むわけですよで斉藤川先生もやっぱ「クッて思う,思うところあると思うけどはいわかりました」って言ってもう上下関係がしっかりしてるから斉藤川先生がバッてきてセンター来て「今日よろしくお願いします」って「来たって言ってやるんですけどやっぱもう気持ちももうねなんかその補欠に教えてもらってるみたいな感じでちょっと空気も 頼んんなない感じっっちゃってんのよ <laughs> そんな中でいろいろそういうちょっと基礎的なことをやって10分経ったらさあってこうねまた副担任の位置に戻り斎藤川先生が。でそこにまたこうのしのしとやってきて、えー、じゃあ今日はまずは小点、えー、からいきましょうみたいな。でもその言うたら斎藤川先生は普段はグーパンチであの買ってるんです俺買ってアマゾンでそういう版画。 え掴めるしあのグローブのやつもオー,ーオープンフィンガーっていうのをグロ,グローブ買ってるんですけど、うん、まずそれを全否定して、うん、ハンガー先生の前で <laughs> だから <laughs> <laughs> 全否定だからこうグーっていうのは確かにいいけども相手の顔特に歯殴った時に歯折れた時の歯が刺さる場合もあるしこぶしたいおでこだったら残念ながらおでこの方が強いからこぶし砕けますその点焦点は クッと僕も見ままししたたよハンガー先生らてでもえっ、ー、ってなったけどもうもう我々はもうしぶしぶ笑点をしぶしぶ笑点で昇点の威力というか最後当たる瞬間に内側にこう回すとより威力がみたいなんで正直昇点でハンガー先生あのサイドカー先生の時に小点何度かやったんですけど明らかにね 音が三倍強いですよね。みんな、<ー>もう完全にもう一つなってきてるんですよ。教室が、<ー> <laughs> すごいなんかこうあの緊張感もあって。 も一個一個みんな真剣にほんでその言うたら先生、ね、元自衛隊の、えー、名古屋からやってきた先生はのしのしとペア組んでるで俺もおじさんと組むんですけどペア組んでるところも,もう積極的に回ってさらにあの教えて「もっともっと」とか「そんなんじゃダメですよ」って厳しめにやるでその次は「金的の,の経理」これも斎藤川先生が習ってるからやるんですけど全然ダメですってすごい言われて俺らも「ええって。 斉藤川先生、あんな褒めてくれたのに <laughs>「<laughs> それじゃダメですよ」って「いいですか?」って「一撃で金敵を潰してください」って <laughs> すっごいこういうこと言うやんこの人みたいな <laughs> 一撃でだから金敵を打とうとせずに相手の顎を蹴るつもりでって,ってまずあ顎のところに言うたらミットみたいなのを置かれて「はいこれ蹴って」って言って「バンバン!」ってそうそうそうでそ、そのままの調子でって言って持つ方が金敵の位置に持ってあご蹴る裏へ切って。 で、ね、蹴ってみて蹴ったら「パーン!ピー」ピーン教室が、うん、もう斎藤先生やもう <laughs> <laughs> それはすそいよ全然もうほんであの,あのちょっとレベル高い同じに悔しさだけど、うん、俺ハゲのおっちゃんとやってんねんけどハゲ、ね、たおっちゃんとやってんねんけどもう一人やってる人が多分ラジオとか聴いてる人なんですよね。最初何言ったか分からんけど ホワイトデビルさんすすごいですねホワイトデビルさんって何言ってルのかって言ったか白役魔って俺のこと言うから <laughs> ニックネームで読んで <laughs> ホワイトデビルさん今日すっごいですね緊張が <laughs> ビシビシきてますね <laughs> ほんでバンバンバンやるんですけど、うん、その時にまあちょっと休憩になってでちょっとこうみんな水飲んでとかって休んでる時にいつもやったらまた違うやついろいろねレベル上げていくこ,この場合あの場合ってやるんだけど。 急に思うのに右のポケットからパッて手を出してねグって出してこれ何かわかりますかって言って急に言ってねでも手榴弾ほんですよお<ー>手榴弾でも誰もみんなちょっと緊張感あるからまあ一応もう手り手榴弾ですか、ね、あそう手う弾手榴弾ってどうやってあのあれ知ってるか知ってるって投げた瞬間にこう抜いて投げると数秒後に。 爆破するんですけど」とかいう話になってでその構造とか機能とか爆破した瞬間にその外側の鉄がワーって360度飛び散りますっていう機能を聞いてで,で今からこういうの避け方防御の仕方を教えますけどみたいなで日本だからそんで日本だからこんなの、ね、こんな目に遭わないって思う方もいるかもしれませんけれども、えー、九州の方の、えー、スナックの方にその手榴弾を投げたっていう事例もありますから、えー、知ってる方がいいと思うんで。 えー、じゃあこれ「えー、数秒で爆破しますさあ皆さんどうしますか?」っていう質問でこれはでも聞いてた方がいいですよあの手り弾を目の前でねラジオディレクター皆さんそういうプロデューサーもそうですけど座ってるけどいざいきなり革命軍がやってきて手り弾投げる時どうしたらいいかってどうすると思いますか手り弾投げる時<え>いきなりヌぽポン抜かれたら。手は顔を隠しいやいやいや,てていやもう全然それダメ。 <え>それ全然ダメ。十段で。ちょっと待ってください。腹立つな。<laughs> <laughs> そっちが腹出す。全然ダメって言って。正解言うと正解はとにかく背を向き、いきなり背を向けて、ほんで床にひね伏して、でかかとをどっちか上にするんです、はい。く組むっていう。か、足,<こ>足首を組むクロスですね。クロスクロス。はい。本で足頭の後頭部を手で覆うんですよ。はい。でなおかつここで 口を開けるっていう状態にしてください。で、まず、足クロスする理由っていうのは何かってわかりますか。でも、同じように聞かれた。<え>なんで足クロスするかわかる。<風>違う。<laughs> 違う。<laughs> <laughs> とにかく破片飛ぶから、肛門とか。うん、男性器、女性器に当たるのを防ぐために、クロスにすると防げるんですよ。 太ももをピチッとピチッとするということでクロスにして防ぐじゃあ口なんで開けるか分かるって言ってはいそこええー、まああのあ,遅いあの鼓膜破れんのを防ぐんですよ 口開けることによって、えー、そうそうそう全員が「え!」ってなる <laughs> パッて斎藤先生見る <laughs> もうみんなが「わ!」ってすごい集中してるん、ね、で「あなるほど!」みたいな感じで,でこういうのを覚えててくださいねっていうで今日残りも30分のらい授業ありますけど突然僕ポケットからそれ出しますから投げますからその瞬間にあの対処してくださいね。 ふり,ふりすんね<ー>えってそのね言うたらあの深緑のそっしゅう段バスでポロロってです。なすだから実際にそのその後言うたらえっ、ー、と胸ぐらつかまれた時にどうやって防ぐかってやってこうですああですってやってる急にポケットからコロコロって落とすんですよ。全員がバーってあの言うたらその防ぐ体勢と取るあいいですねいいですねみたいな感じでなんか授業がすごい集中してくんですよ。でそれが 発ぐらいやった後でまた同じように授業してみんなもだんだん分かってきてるから次いつ来るかなって言いながらいろいろイスラエル式の護身術習ってたら次はポケットから左のポケットからいつも右の手榴弾やけどあれ俺も一瞬おかしいなと思ってんけど左のポケットからなんか深緑の手榴弾を投げたと思いきやあのタオル式のハンカチ投げんねん。<laughs> ほんだら女子とか男性何人かやるんだよ。俺気づいたっちゅうね。<laughs> <laughs> でも、でも教師さはうわーって受け、めっちゃ受けてんねん。残念でしたー。タオルでした。うわー斎藤川先生 <laughs> 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 めちゃめちゃ濃密だ授業やって <laughs> いやこれはこれ,これはねあの途中からサイドカー先生俺みんな忘れてたわ <laughs> う持ってかれた持ってか完全に持っていかれたなんか身のある1時間 <laughs> 楽しい1時間だったなっていう。 経験というかこういうのを久しぶりに言って楽しかったけどめ <laughs> め <laughs> めちちちゃゃゃやろやったら急に投げられた4秒,4秒とか5秒で爆破するからもう「ってるわ、はい、いいですね」とか言いながらなかなか,なかなか普段名古屋やって言ってたんでたまにこういうね鬼そをいう違う先生から教わったっていうところもありますから。 斉藤先, <laughs> 先生も多分思うところあると思うしとにかくちええ帰りしな、まあ、商店街であの,あのタオル生地のハンカチ買って <laughs> それとあ,あの。 バル <laughs> パクリかー <laughs> 使えると思ったんじゃんこれ受けるなんて <laughs> 2回3回手榴弾投げといてのハンカチで受けるっていうやつ <laughs>。で身のある授業をしてちょっとなかなかこう自分の中でも手応え。 感じたは確かに感じましたけれどもありがとうございますやだからやっぱり先生によってこんなにタイプが違うというかちょっと厳しめというか本気のだからレベル2レベル3になってきたらもっと厳しいとか本当にだからあの殺しに来る人をどうやって倒すかとかそんなレベルまでいくと思うんでまだまだ我々はもうレベル1のそれ,それもなおかつその初心者の。 集まりでですからら、まあ、そういういい感じの教室でやらせていただいいいたということでございますしだから今プライベートのなんかそういう,なんかこう習い事とかでも、ま、津軽三味線もたまになんかカラオケボックスに練習しに行ったりして今日もちょうどだから10時からカラオケボックスあるからで午前中時間あったからちょっと行こうと思って行ってでたまに行ったら開店前にちょっと5分ぐらい前に着いたからなんか店の従業員の方がいろいろ貝の掃除とかしてるからなんか待ってて。 でその僕より来たより前になんかサラリーマンの人たまに会うその多分リモートで仕事してる人なんですかねその人いらっしゃったんでその人座ってて座ってるからそこ座られへんからちょっと反対側の離れのとこへちょっと立って待っててほんだからなんかその人のなんか「んうーんうんうんん」ってずっと言うのよ。 気持ち悪い癖やな思ってだから昔フットボールアワーの後藤がのんちゃんの癖で嫌なんが「<ー>っていう癖があんねんて <laughs> それがすごい嫌嫌嫌で楽屋とか二人で何かこう本番前とかおったら無意識にのんちゃんが「<laughs> <laughs> それが嫌なんですって、うん、もう分かるいやですよね, <laughs> <laughs> ね,とね大阪に住んでる頃は東京でホテル。 東京住んででることは地方で行ったたらホテルたまに隣の部屋ほんまは階違う方がありがったいけど隣の部屋の時あるねんってご当地仕事終わって、えー、部屋入って、ね、いろいろ身支度してもう寝ようかなと思ってベッド入ってでもなかなか寝つかれへんなと思って静かやほんだ壁の向こうののんちゃんの方から <laughs> <laughs> って聞 いや,いや聞こえんねんねってうっすら聞こえるかもうそれを意識してるのか知らんけどそういうふうに聞こえるみたいなそういう癖があるから嫌やなーっていう話をちょっと思い出しててそのサラリーマンのおっちゃんが、うん「ああうんあと思ってて「あそれあのんちゃんのこと思い出してこんなおっさんいてんねんなのんちゃんと一緒やな」と思ったら急に「だから行ったじゃん」みたいなこと言われて急に「え何?」 っってなってなドキッてして俺ほんまに気づけんかったんやけど普通に Bluetooth で喋っててあ<ー> <laughs> ずーっとだからなんかよう見たら確かに耳からいなにやうだみたいな出ててあのねエ, <laughs> エアーポッツみたいなやつやってんねんけどずっとなんかそっか相槌やったらその人3分ぐらいうー「うんあああ <laughs> あれ気持ち悪いな」と思って急にわー喋りだしたからあ「あ話電話してたんや」思って。 だってもう携帯もだから持ってないから今何にも分かれへんかってこんなんいっぱいあるんちゃうよ世の中的に急に俺に喋ってんのかなって思ったらあ電話してんねやこの人はみたいなああありますあります俺が人生でやったことないからそのブルートゥース使って電話するっていうやつももう一番古いくさいスマホのお尻のところでこう喋るもせえへんし普通に今でも 耳に当てるっていうことしかせえへんからいやなんかもう世の中のその仕組みに全然もうついていってないなってこの間今日か今日の朝思いましたけれども、うんえー、機会があったらその Bluetooth っていうのをちょっと電話っていうのもやってみたいと思うしあと自分で最近その YouTube、えー、編集したりとかしててもう全く分かれん東の VS っていう YouTube でインタビューしてるやつがあって今度なんかアップすんねんけど BKB にインタビューしたんですよ社内ででそれがなんかちょっと長くなったしでなんかそれをちょっとこう,うん編集してほんで何かこう何月何日何時にアップしようっていうところになんかこうデータを送る時にデータがお大き重すぎてできませんみたいなことをなんか言われるのよなんでか分からんけど理由が今まではできんのになんでこれできんねんとか思うねんけど面倒くさいし格闘するの難しいからってもう半分に分けたんですよ。 前半部分と後半部分15分か15分強で15分入れるとデータが重くないから OK になってでなんかそういう収益するためのところのねボタンを押してほんでこういうふうにして広告打ってくださいみたいなのを押すんですよ。で後半部分 BKB の18分ぐらいですけどそれまたデータ送るほんだこうできました収益化するってなったら。 あの不適切な,なんか表現があるから「できません」って言われん、ね、えもう分かれへんその前半と後半で別に車の中で喋ってるだけの不適切も何にもないねんけど唯一前半は BKB のなんか眼鏡かけだてだメガネかけてんだけど後半外すんですよ。それぐらいしか あの下品な目つきだけ <laughs> でもそれしか考えられへんけどもしかしたらその AI でテロップというか文字がアウトなんかわからんけどその陰湿な目が嫌いやみたいなことを字にしてんのよもしかしたらでもそれしか考えられへんのよ。なんかそのいや乳首があかんとか噂聞くや。両方のなんか乳首で出たらそれ駄目ですって AI が判定するって聞くからそれはしてないけど。 でもその BKB の,の裸眼の目が乳首に見えるわけでもないし目つき悪いかどうか分からんけどその辺のところだからディレクターさんに任せてないから未だにそういうところがなんかまたで結局解決戦まま投げやりにやるからさあどうしたもんかなみたいなもんでなかなか東の工事をアップデート近代化しようと思うけどなかなかその。 ブルートゥースで話すこともできへんしうんなんか動画をなんかアップすることもなかなか難しいから、うん、でも誰かに聞いたとてみたいなところもあってその時は「ああはいわかりました」って言うけど自分で一人でやったらまたできなくなるやん,うん、うん、だからその辺のところもちょっとどうしたもんんか広告の適合性に制限つきますってなんで。 だから、BKB のなんかその顔目つきの俺のなんかこ質問する言葉の悪さ、でも言葉では別に放送禁止用語とか大丈夫よね別にじゃないですか。音声そうだからそんな辺のところもちょっと勉強しないけないなとは思うんですけど、ええあとあともう一つあの来週いよいよ十二月三日ザファーストスラムダンクが まあ公開でございますから、ぜひぜひこれも楽しみにちょっと見、えー、たいなとも思っております。極、え、楽、ー、ともの山本君も結婚おめでとうございます。七、え、り、ー、の初瀬くん、わんわんにゃんにゃんもう結婚、えー、おめでとうございます。ちなみにこの初瀬くんっていうのは僕もあのー。 東野幸治生存確認テレフォンって言って吉本のファニーっていう音声配信生配信で電話つないでうん東京に行ってそのにゃんにゃんっていう女の子がとなんか今同棲してる付き合ってるんで大好きなんです言って年またぎはラブホテルでエッチして年またいだとか。<laughs> 幸せなハッピピーーエピソードたくさん聞いて、はい、だから疑吐くほど気持ち悪くて <laughs> <laughs> その方となんと結婚したということも聞いておりますんでおめでとうございますそして GAG 広之君も結婚でございますおめでとうございますさあそれではいきましょう今週の洋楽でございます。ままんさ滋賀県でございますレッチリがますが来大阪城ホールえ 一番安い席でも1万8500円高いなと思いながらもチケット買ってしまう悲しいさラですリクエストはレッドホットチリペッパーズのギブイットアウェイです張り切ってどうぞ番組はリスナーさんからのお便りで成り立っていますメールは hh.abc108.comhhh.abc108.com です いい遊びから遊べ、和光堂よさて、ここからは人のための人になるを目標に掲げる神戸時和大学からのメッセージです皆さんは神戸市にある長田区をご存知ですか 実物サイズの鉄人28号のモニュメントがあることで有名です駅前には鉄人サイズ3.4メートルもある小手も置かれていますそんな粉もんの町神戸市中田区にある唯一の大学が神戸時和大学なんです神戸時和大学は保健科学部の医療検査学科看護学科診療放射線学科 航空保険学科の4学科と教育学部子ども教育学科の合計5つの学科から構成されていますどの学科も先生と学生の距離が近いアットホームな小さな大学ですまさに三所は骨部でもピリリと辛いを体現する大学と自負していますさて受験生の皆さん 今年もあと1ヶ月ですねこの番組を聞きながら年明けの共通テストに向けて勉強している受験生の皆さんを神戸時和大学は応援しています番組はリスナーさんからのお便りで成り立っていますメールは hhatmarkabc1008.com hhatmarkabc1008.com です いいメールは、いい遊びから遊べ和コードよ康二に教えてえ東の幸二が意味は気になっていることを本家の皆さんに教えてもらうコーナーでございますけれどもズルムけパンチさんダディこんばんはと先日クラブ曲がりやすいお疲れ様でしたその日はダディは優しそうなおじさんと私はホワイトウルフとペアでしただからホワイトデビルって俺のことじゃなくてホワイトウルフ ってやばいですって言ってた,ってたんですよ俺、俺もなんで俺のことホワイトデビルっていうの思ったホワイトウルフってさっき一番最初言ってた上下白で受け身やってる人ですよあ,<ー>あの10分前からダンダンでそのズルムケパンチさんはその人とペア組んでたんですよ、うん、えー、私はホワイトウルフとペアでしたと ホワイトウルフの焦点を受けるたびにミットの上からでもものすごい衝撃が襲いますと <laughs> 朦朧となって連打に耐えながらふと考えましたとクラブマガメンバーで忘年会やったらどうなるんだろうと <laughs> 開催するならばダディ坊主頭の先生これねあの <laughs> だからサイドカー先生ですよね <laughs> えーダディがペアを組んだ優しそうなおじさんこれはげたおじさんねすごい優しそうなんですよえホワイトウルフ。 ライトトなななタトゥーのお兄さんもうこれ来なくなりましたで私この辺りが参加者でしょうかクラブマガにちなんで一次会はイスラエル料理店余興 <laughs> では手榴弾落としちゃったゲームで楽しみましょう <laughs> ゲーム言うてもだ <laughs>、えー、ほろ酔いで店を出た後にチンピラグループに絡まれますが何も怖くありません <laughs> チンピラの腕を怪我がない程度にひねり上げて制圧 <laughs> み,みんなで歓喜のハイタッチ 2、えー、次会では、えー、デイス一切優しそうなおじさんが暴れだしメンバー全員で制圧ここで解散としましょうダディならどんな忘年会にしたいですかということでねもしかしたらもうそのね忘年会するかもわかりますよみんなで。でチンピラに絡まれた時にちょっと胸ぐらつかまれた時にあの親指でグッとこう差し込んで謝りながらダメージ与えていただたらって相手が。 我慢できなくなる技を僕ら覚えてますからあえてこう言うたら胸裏つかませるっていうのはちょっとありなのかなと思いますしはいうわーっとが見えます,えますいやいやいやもうこちら焦点してますからグッていきますからね残念ながらズルルバケパンチさんありがとうございますさあそしてこの方でございます カスタムバイクのガレージライドさん奈良県の方です東野さん厚生さんこんばんは東野さんボッチザロックというアニメご存知でしょうかネットフリックスでなんかあのサムネイルというかなんかその表紙あんのは知ってます見ようかなとは思うんですけど女の子がバンド組むっていう感じだと思います今期放送されているアニメの一つなんですがネクラな女の子がギターを始めて上手くなったのに コミュニケーション取れない、ね、バンドを組めずにいたんですがひょんなことからとあるバンドに加入し成長していくなんてちょっとベタなお話なんですがコミュニケーションであることがうまくフックになっていて「スラムダンクや「ベック」のような要素も盛り込まれあら話の展開を一筋縄ではいかないようにしてあり実に面白いんですあ見てみよう個人的には苦手なのタッチなんですがそれでも引き込まれて見れる作品です。 まだ6話までしか放送されていませんがユーフォニアムや映像圏がお好きな東尾さんなら楽しんでいただけるんじゃないでしょうかあ m アマゾンプライムで全話見れるんで一度見てくださいということですからあ見ます見ますちょっとぼっち・ザ・ロックってなんか気にはなっていたんですけれどもっていうことでございますから今見た見終わったんはあれですよあの「サマータイムなんとか」っていう和歌山県のやつはもう全部見,見終わって23とか4とか5。 長いんですけどまあもうめちゃくちゃ面白かってぜひぜひちょっと皆さんなんか今ランキングでも1位とか2位になってますからちょっとね途中ほんまにね長いなって思うぐらいめちゃくちゃ長いんですけれどもちょっとあの見ていただいたらなんかよくできた話でございますしぜひぜひね先週も言いましたけどもよろしくお願いします。ささあここちらマルーーンオリーブさんんんディーこんばんは他局ですが最近気になる番組を見つけました MBS テレビが11月から始めた不定期日曜深夜に放送されている発掘アーカイブ探検隊ご存知でしょうかこの番組は MBS テレビの倉庫に眠っている過去の番組をほぼ丸ごと再放送するもの11月20日時点で TVer 見逃し配信されていた初回放送文で紹介されていたのは MBS アナウンサーが総出演していたバラエティ番組「アドリブランド」 懐かしいですね。うん、アドリブランド1985年11年月放送会を放送送をししてました。特徴はその映像を昭和の風貌がすることで知られる MBS 福島アナウンサーやテロップによって番組だけでなく当時の時代背景やあテレビ事情について補足解説を入れるとまんま流すんじゃなくてちょっと一応手を入れて加えて放送してるみたいです。 過去しか知らない方でも楽しめるコンテンツになっている感がありますと、えー「次回は12月4日放送予定です、えー。ダディは再放送で見てみたい往年の番組ありますか?」っていやそれはめちゃくちゃありますよ「うん夜はくねくね、えー」原田信郎さんと角アナウンサーがだから街の元祖でしょあれ。 完全に町村の元祖やからちょっと当時どんな感じでトミーズサさんがうん用心棒役みたいな感じで後ろでずっと歩いてる3人の座組で当時僕地元宝塚なんですけど宝塚の駅の花の道っていうファミリーランド遊園地に続く道があるんです過激があるそこにあの「ノブリン来た!」って言ってパニックになってましたからめちゃくちゃすごい数の人が来てたて。 っってていうのもあってなんかそういうの見たいとあとあれですよ女子大生の寮とか女子大生のサークルに原田信郎さんと角アナウンサーが行くんですよ。でなんか割になってお酒飲んだりとかしてるんですけどいやもうほんまあの当時や当時のまだ時代ですけどなんかちょっと艶っぽいんですよ。でなんかその女子大生に スミさんがスミアナウンサーが聞くんですよどっちが好みとかねで、でそれはノブリンじゃないですかで、ね、普通でスミさん悔しがるんですよねでそれが「えなんでなん?」みたいな <laughs> そんなオスの気持ち強いアナウンサーいてるみたいなそれがちょっと楽しそうやし面白そうやし なんか手作り感の深夜番組でいいっていうのもあったしあともう一個あの鶴瓶師匠の「突然ガバチョ」あれもん毎日放送の方でうんやってて「なんか鶴瓶タクシー」っていうコーナーで鶴瓶さんがタクシー運転手の設定でそこの後ろにその日のゲストが来るっていうほんでそこで話しする。 でお客さんが何人かもちろんいててで笑い声も聞こえるあとなんか鶴瓶さんがお母さんで永井健二さんがお父さんでごなんかご飯食べながらトークするあとなんか「テレビにらめっこ」って言って鶴瓶さんがあの番組に寄せられた面白い小話みたいなを読むでお客さんは楽しみに来ているけど笑ったらいけないって言って「えー、テレビにらめっこ」って言ったら照明変わってみんなが黙る。 でもなんか変な間でその間で耐えられず女の子がわ笑うって言ったら「大丈夫」って言ったらなんか亀の格好をした多分ですけどさんまのまんまのまんまちゃんらしき人が亀の格好でやってきてその子とかを連れていくあと「キン肉マン」のムキムキの人がなんか連れていくなんか女の子スカート短くてなんかちょっとこう見えたんちゃうかみたいななんかそのハラハラドキドキもあってで終わったらエンディングやと思ったら急に。 なんか真っ暗な場所で生放送みたいなのが出て鶴瓶さんが「今ガバチ終わりましたけど生放送で今ここに来てます見てる方もしも場所分かったら来てや」って喋ってる段階で「鶴瓶!」って言って男の子がわ走ってくるのわめちゃくちゃおもろいなって今喋りながら思い出したけどなんか突然それが全国ネットっていうのでやっててわ鶴瓶さんすごいなーっていうのは何か。 覚えてて、それぜひぜひ再放送とかしてほしいなって思うかな <laughs> 突然ガバチョ。突然ガバチョ毎週やってほしいです。<laughs> 毎週毎週やってほしいですよね。<laughs> はい、なんか鶴瓶さんって今は東京でなんかこう落語家でもあるんですけど、なんかあの NHK でその町村的なことももちろんやんねんけど、大阪の頃に鶴瓶と花の女子大生っていう番組があって。 知ってるもう今考えたらやっぱあの人頭おかしいな思うんだけど30分番組なんですけど、まあ、女子大生が花のって言われてる時代で言うたら高校生でもない社会人でもないでもだからもう言うたら大人の女の子みたいな扱いでなんか知らんけどその女子大生50人ぐらいとマラソンするっていう。<laughs> やこの 変なやらしい番組 <laughs> でもそれで女の子も楽しそうに鶴瓶さんとマラソンしてるっていうなんか番組とかあとその都市伝説ですけど鶴瓶さんって言ったら落語家ですけど古典落語もせえへんし落語もせえへんしなんか「鶴瓶話」って言われたおもろい話をなんかするっていう印象じゃないですか当時はね。でなんか読売テレビのお笑いネットワーク っってていう番組があってそれは吉本とか松竹とかいろんな言うたら漫才の、まあ、ベテランから中堅っていうのが出るっていう番組でほんでやっぱり、ね、鶴瓶師匠はでも落語せえへんし出なかったけどなんかもうお笑いネットワーク側がどうしてもなんか出てくれみたいな言い張ってこれもううわさ話やねんけどその時の返答がお笑いネットワークってセットがなくてほぼでっかい提灯。 ててて書いてあいって書いいああっったたかかなんですよでそれが象徴なんですよお笑いネットワークの。でお笑いネットワークが鶴瓶師匠に「まんまお時間差し上げますんでぜひ出てください」って言ったら「まあ、条件1個ある」って「あの提灯外せ」って言って <laughs> そ,のその提灯だから言うたら全く違う番組で俺30分にしゃべるなったらええけどみたいな条件出したとか出してないとか、うん っなて思が怖ハって。とはちょっとなんかこう思い出して結局それも多分しなかったと思うやっぱりお笑いネットワークがまあ,あの提灯ってというシンボルシンボリックな象徴を外すわけにはいかなかったからって俺の記憶ではなんか出なかったっていうなんかあくまで都市伝説ですけどその辺のところもちょっとなんかあって聞いてみたいなとは思うんですけど。そういううい意味で言うとなんか 懐かしい昔の番組でたくさんあるんですけどうんそうですね僕の中では「夜はくねくね」と「ガバチョ」っていうところあ越前屋ひょうたさんの「大きなお世話」みたいななんかあのあれしんすけさんの番組でやってたんでしたっけ最初はワンコーナーで「田舎門番歳」と越前屋ひょうたさんの「大きなお世話」。 でもう一個が「えー、と美人十つなぎ」っていうのがあってしんすけさんと「ロマンポルノ」からデビューした岡本なんんんとかかさんの2人が確か司会やってたんですよほんで田舎門漫才は村上庄司さんが大阪だから女子大生が当時ピックアップした深夜若いやつが見るからって言って女子大生とか若い女の子とかお、まあ、男の子もおったんかなインタビューして ね、ど出身どこ?」って言ってで田舎やって聞いたら「田舎帰ってる帰ってへん」って言って田舎の親に電話すんのかなとか田舎の話するっていう田舎もんばんざいで、ね、都会で頑張ってるっていうあのアットホームーなほ,ほっこりするコーナーで氷太さんがやるコーナーがうー当時のなんか洒落た DC ブランドブカブカの DC ブランド上下で。 ほんで別に素人の方ですよ大学のおもろい人の人が街のいろんな人にいたずらをダマでやる今だったら全部アウトですけどおおらかな時代ですからだからほんと極端な話で言うとうおじさんがサラリーマンのおじさんが休憩中にベンチでご飯食べてたらパン屋でパン買って牛乳飲んで昼ごはん食べてたらいきなり後ろから、えー、シャンプーしたりとかしてなんかこういたずらするそのリアクションを笑うとか。 なんかあのいきなりその高級そうな DC ブランド着てるけれども服汚れても気にしませんって言って池噴水の池入ったりとかそれイメージめっちゃあるで入ったりとかするでそれがちょっとこうスタイリッシュでもあるしでなおかつそのプロのなんか芸人じゃない面白いタレントさんが出てきたみたいな感じのコーナーとでもう一個が。 美呪術なぎであのあの小枝さんがあた確か小枝さんですよ「ほん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 」って言って要は一番美人やっぱ若い男の子深夜で見るってなったら可愛い,い女の子見たいと。で、ね、企画でじゃあ一番可愛いい人誰やっていう話になってそれを探そうって言ってある A という女の子にインタビューして。 で可愛らしいですね。大学生ですか大学ですか彼氏いるんですかいないですどうでこうでこうでみたいなのになってであなたも可愛いと思うんですけどあなたの周りで「あなたより可愛い人を紹介してください」えー「え私より可愛い人ですかえー、っとねいっぱいいるけどじゃあまるさんまるさんって誰に似てるんですか、うん、そうですねあのアイドルの石川秀美さんに似てます、うん、石川秀美さんほう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 小屋さんがね「ほうほうほう石川秀美さんね」って言って会いに行くんですよ。だからみんな 石川秀美さんみたいいいな可愛い子が次出ねややと思ってやっててくほんだらなんかちょっと石川秀美さんやけどいやちょっと石川秀美さんよりもまあちょっと悪いけどちょ,ちょっとぶちゃいくちゃうみたいな感じになるで,でも可愛いですねで同じように、ね「あなたより可愛い人紹介してください」って言って「そんな大々さんです」っていう美人技術的このコーナー考えたら誰か知ってる教えてください。今の大崎会長でですすよへ<ー>それも噂ですけど その新助さんとかのマネージャーとかその漫才部分ちょあと後ぐらいで企画で「いやそんなコーナーおもろいんちゃうの?」って大崎さんが考えたとか考えてないとかっていう噂確かにまあ考えそうやなっていうのも分かるしでそれがだから「美人地術なぎ」っていうでそれが多分その企画も多分東京の人とかが多分パクったというかそういうのもやってるその番組はもう一回見たい、はい。 テレ,テレビジャックテレビジャックやったあ,あそうテレビジャックあ,あ、好きやったナイト・イン・ナイトの枠とかできる前のね,ねなんか金床みたいな家のセット <laughs> みたいなところにしんすけさんを追ってロマンポルノ何回ロマンポルノだけど可愛いっていう岡本なんとかさんが二人がいててでしゃ喋ってああなコーナーってそっから鈴鹿八大とかもあったりとか見てた楽しかったあとクイズしんすけくんちゃんはしんすけさんのトーク番組で途中で海外の MTV 流れる番組テレビ朝日で放送してて「クラブしんすけ」 あ、はいもも好きやったわ <laughs> たわまにものすごい不機嫌な時あ、ね、<laughs> あの番宣女優と話が全然かみ合えへんからものすごい不気嫌な時はねあの我々嬉しいんですけどおもろい時はおもろい時では我々おもろいけど盛り上がれへんかった盛り上がれへんかったで <laughs> 当時のマドンナのプロモーションビデオとかマイケル・ジャクソンとか流れるのがめちゃくちゃありがたかったんは覚えてます。 考えたらよく見てた大阪の頃しんすけさんの深夜番組とか見てました見てましたあと小枝さん小枝さんもこうなりますけど小枝さんもよく見てんで、あの大学生の男の子と女の子がなんか泊まりに行ってカップル作るって言ってあんのよ「うん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 うとか言うん <laughs> やうでそういうのとにかく小枝さんと大学生のあのあれがめちゃくちゃ多かったんですよ。 で、我々はトンネルさんの寝るトンよりは小枝さんの高明さんの大どんでん返しより小枝さんのほう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 で、我々一喜一憂した感じですから、ぜひぜひお願いします。あら、こんな時間でございます。えー、今日はここまででございます。宛先に教えると書いて、えー、本気の皆さんをにいろんなことを教えてください。番組はリスナーさんからのお便りで成り立っています。

松村邦弘さんの留守番電話に残されたある師匠からのメッセージでございます。そのメッセージを想像して送ってもらうコーナーでございます。本人に届く可能性が十分考えられます。SNS には絶対に書かないでください。お願いします。早速いきましょう。桃色アイシャドウさん。まっちゃん。まっちゃん聞いてやまっちゃん。ふんふんふん。丸る商店の東村君やねんけどなまっちゃん。 マっ,、ま、っちゃん聞いてるかマ、ま、っちゃん東村くんがなスポーティーな小惑星みたいな私服着てんねんけどなマ、ま、っちゃんなんとコンバースのジーパン履いてるらしいんやコンバースのジーパンやでマ、ま、っちゃんマ、ま、っちゃん聞いてるか <laughs> っていう、ね、留守電があったという東村さんね僕が知ってるマヌムの東村さんは東京行く前は「セコイダジャレ湯」 っていうなんかイメージですけど、で、で、東京住んで、で、また今大阪で仕事するようになって。なんかイメージが変わってきてるんですよ。その、だから、うん、その小学生のスポーティーな私服着てるとか。あと、相方の磯部さんに、えー、嫁見せへんとか。<laughs> それ昔から、なんか結婚しはって。で、で、東村さんが磯部さんに結婚した報告して。 で紹介あんのかなと思って「なかなか紹介せんから紹介してや」みたいなこと言われて「分かりました」って言ってなんか家来てくださいって一緒に行ってでマンションの前の何かこう何階かのベランダ指さして「嫁です」って言ったら嫁さんらしき人が頭下げたっていう。 <laughs> いや、本番かどうか知らないですよ。で、はい、<laughs> 聞いたことあるやろ？なんなんかあるやろ <laughs> そんなこと。<laughs> ええー、この方でございます。<laughs> おもろつもろさん、東京の方。まっちゃん、まっちゃん聞いてや。ジャリズムの山下って知ってるか？うん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 。ジャリズム、ジャリズム。あのジャリズムやな。あの山下くんがなまっちゃん。まっちゃん聞いてるか？うんうん。うん YouTube で、えー、米国株投資、うん、米の国と書いて「うん、まっちゃんアメリカや」「株」と書いて「株」うん「アメリカの株」「アメリカの株な」な、うん、アメリカ産の株の投資について語ってるんやまさかやでまっちゃんまさか <laughs> まっちゃんここ1ヶ月で動画5本あげてんねんけどなこ、うん、の気になる再生回数がまっちゃん聞いてや、うん、38回 <laughs> うん二十六回なぬ二十七回ふむ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 十二回うんなぬなすみを頭にのせて三十回にばっちゃん。 とどまってるんやで怖かすがいやでまっちゃんまさかまさかやであの人気者ジャリズムの YouTube がやでまさかやでまっちゃんわしはな全部見てるんやこれほんまほんまやでまっちゃんアメリカさんの株に銭を銭を注ぎ込んでるんやまっちゃんこれほんまほんまやでまっちゃん <laughs> 米国株投資 株投資されてるそうでございます、はいええええ、どこまで書いてるんですか <laughs> いやいやほんまやってほぼほぼほんまナスミは書いてなかったナスミはデビュー当時のナスミを乗せてやな、うん まっちゃん、畳一畳を持ってきてくれへんか、うん、まっちゃん。これを回すんや、まっちゃん、よいしょと、まっちゃん。はい、読ってください。うーん、白い陰毛さん、高知県、まっちゃん聞いて、や、まっちゃん聞いてるか。まっちゃんに歌って踊れる曲作ったんや、ちょっと聞いてーないふで。ワンツースリー、ほーまさか、まさか、まさか、まさかやで、まっちゃん。 まさか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 やでまっちゃんまさかまさかまさかやでまっちゃんまっちゃんはパーフェクドヒューマンどうやまっちゃんええー、歌やろ今度誰かの結婚式って歌おうやまっちゃんまっちゃんねえ歌ってほしいと思いますまっちゃん <laughs> ほんまに殺されるかもわからんな <laughs> 東京都渥美、えー、清さん マちゃん聞いてやこの間な吉本の110周年の伝説の一日ってイベントがあったんやそこでなさんまの駐在さんって新喜劇やったんやわなあまっちゃんあれの稽古がな 東京と大阪であったんや、うん、東京での稽古はな大阪のベテランメンバー来られへんからなまっちゃん大役やったらしいんやけどまっちゃんこれがまさかまさかやではまさか西川清志役がな、うん、そいつドイツの市川刺身や <laughs> まさかやろまっちゃんほんてな月亭八方役がまさかやでまっちゃん大自然のロ,ロジャーらしいんや。 大自然のロジャーうんまさか、まさかやろまっちゃん西川清が一川刺身、うん、なんか似てるやろまっちゃんせやけどなロジャーに関してはなんも似てるとこがないや、うん、なすびを頭に乗せてまっちゃん畳地を持ってきてえなますでうん中心部分はここや境におーや指と人差し指の第一関節で描いてない <laughs> <laughs> よいしょもう見てる <laughs> 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 いやいやえっと、うん、はいあとどれしようかないや、えー、これですよスーパーストロング爺さんまっちゃん聞いてやひーまっちゃん聞いてまさかまさかツイッター社がリストラするとはびっくりしたなでもまっちゃん本音言わせてくれるか責任者がイーロン・マスクになってからのツイッターはおは思わないぞ キリンタムーランドや腹いっちサワベルとキリンタムーランラ腹いっちサワベルとかいう新入社員おるやろ。何がおもろなんでこうなったんや。僕、百田さんに言おうと思ってんねや。 百田さん入ってんねやろ僕は悲しいもうツイッターは見ないと伝えたいでもこれも言わせてくれ僕は今でも探偵ないツイッターを愛してますまっちゃん時間があったら一緒に飲もうや以前師匠がフロスのナイトスクープをツイッターで批判したことをモチーフにしてますとこれはまっちゃん呼んだらあかんかったやつや <laughs> カニやでまっちゃん まさかや、まさかまっちゃん呼ぶとは <laughs> ここまでです <laughs> 皆さんも回答送ってくださいお待ちしております <laughs> でございます過去の放送は YouTube で公開中洋楽リクエストに加えて教える日常それでも生きていくあつむのめーまっちゃん聞いてーやプラチナゲームズプレゼンツ東のゲーム化計画へのメッセージ募集中はがき指番号 5308004ABC ラジオ東野幸治の本物ラジオメールは HH あとマーク ABC1008 ドットコムですメッセージを紹介した方にはお札ステッカーですね時々本物バッジを差し上げますさあ今夜は以上でございます いやーにわかですけどサッカーの話もしたかったんですけどもね、えー、残念ながらちょっと <laughs>、はい、でももうえーっと今度日曜日の夜7時からコスタリカ戦がありますんでだからもう一気にだからもうあのみんなサッカーファン大好きになってなんか違う外国の国のサッカーの試合も楽しく見れるしだからまた勝ったら勝ったで渋谷とか東京とかやったら道頓堀とか。 いやーちょっとすごい数になってね大いに盛り上がることはいいことでございますけれどもぜひぜひねえ日本のサッカーも応援したいと思いますそれではお時間が来ましたまた次回来週聞いたってやバイバイこの番組はプラチナゲームズのソルクレスタと神戸時和大学がお送りしました